はい、おい、サビちゃんでーす。おい、何これ。皆さんありがとう。すごいよ、ほら。これ要は、すごいでしょ。え、これ、ね、バレンタインってことですか。じゃないの、この時期だから。えぐっ。え、こんなことある。大丈夫、久々に俺ら結構モテてない。こんなモテる。借用書とかじゃないよ。いやいや、めちゃめちゃ怖いよ、そんな詰まってたら。怖いんだよ。借用書こんな迫ってんの。なんだ、また人気出てきた。またって。いや、あった。一回もないな。またって何。またって言ったけど、一回も俺らないな、別に。え、もともと学生時代ってこんチョコいっぱいもらってたタイプの人。いや、全然です。だから3ぐらいじゃない。いや、俺もらってないよ。俺はない。星さんでも北海道の時足めっちゃ速かったからさ。じゃあ北海道まで1年で3学期までめっちゃ早っ。早い。東京来てびっくりしたんだよね。開けようぜ、せっかくだし。チョコなんてこんなもらったのかもちろんない。すごいですね。これすごいっす。やっぱりさ、ちょっとそうだね、高橋さんがいろんなとこ今はね、うん、見始めて、うん、え、俺いろんな YouTube 出て、目覚まし8効果かな。目覚まし8効果あれ大きかったよ。夏のがそんな生きてる。あの顔見たらもう忘れられない。そうなんだろ。あんなリアクションどうしていないから。ずっと顔こうやってんだよね。そうよ。それだ、顔しかないから。あれやってくださいってなったんだよ。 TikTok でも流行ってるんでしょ、高橋さん。まあ若い子に来るんじゃないの、それは。そう、響くでしょ。あるよ、できたね。いや、開けちゃっていいの。すごいね。じゃあ開けていきましょうか。じゃあ、住所だけ、住所だけ気をつけて。住所、お名前ね。住所とか番号とか名前、ね、あとお名前ね、あの、この送ってくれた方の一応ね。すごい気が張ってるわ。泥棒見ないで。じゃあ回すな。こいつは見ないで。じゃあ回すなよ。あ、うわー、コーディバクッキー、チョコレート。ちょっと待って、大好きな。うわー、これちょっと後で分かる。マジチョコ好きなんじゃない。クッキーとチョコレートで。おい、一つだけ言っていい、うん、チョコ大好きな人間、聞こえてて。2回言わない。おい、ダンゴも好きなんだけど、チョコも大好きなんだ。ずっと言うやん。だからね、あ、お手紙もいただいてますね。最高に嬉しいです。ありがたいですね。お、これなんかほら、一人一人に佐藤さんへ。すごいすごいすごい。ここすごいやん。お送りいただきました。あ、今朝赤いからね。おはようございます。ほら、星さん。あ、黄色いからね。すごいすごい。それも黄色だ。あ、くちゃん。高橋さん、ほら。あ、色が分かれてるの。ちゃんとほら、袋も。イメージから。色が最高。嬉しい。ありがとう。絶対美味しいやつじゃん。これ分けようと。これ分けるやつね。めっちゃ美味しい。嘘じゃない。え、どうしよう。すごいわ。これ何日で食べ終わんだので。はい、ありがとうございます。食べ終わっちゃいそう。すごいね。つわもの。え、なんかこれすごくない？いや、これ絶対美味しいやつだよ。つわものだ。これ何？これ、シャ、何て言うの？酒落ち落車、酒落車。あ、いろんなもの。あ、やべ。清のもの。なんかそのテーマが。名前書いてるもんね、多分。酒、僕のだよ、これね。K さんって書いてある。あ、見て、これ、よく見たら、こいつは、あれでしょ。武将の。うんうん、武将。これなんだっけ、これ。甲冑。ある甲冑、誰だっけ。あ、決まってんの。豊川、豊臣秀吉。俺違うわ。みんな違うよね。あれ、これあれじゃないの。だって、伊達政宗とかじゃない。うん、これ。これはなんだろうな。シャー、シャーじゃない、シャー。あ、シャー。熱きもの、熱きもの出てるよ。熱きもの出てる。あ、シャーが来ました。シャーだ。なんかこれいただきました。ありがとうございます。嬉しいな、これ、これなんだよ。これじゃあ箱開けちゃう。箱開けちゃう。全然開けてないけど。はい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 。ありがとう。変なあげ方しちゃうとさ、ちょっとこれ、どっか変なもん破っちゃったら買おう。だから頼んで、言ったでしょ。変なもん破ったら悪いじゃん。気をつけてよ。中にさ、すごい大事な紙が入ってさ。ほんと気をつけて。ハサミでこう開けるのめっちゃ怖いんだから、これ。何これ。買おうよ。あ、これ君用だな。ん？これ多分君だよ、ほら。ん？名前入ってたから。私？みたいで。あ、高橋さん、はい。ありがとうございます。はい。これはちょっと待って、袋が入ってる。で、一旦その、ちょっと、袋とかいらないものだってください。袋とか置いておいて、こっちにね。お、すごい。高橋さんじゃなくて、そうな。え？え、なにこれ。あ、伊勢丹コラボのやつだ。え、マジで。すげえすげえすげえ。悪魔の実コラボ。悪魔の実な。伊勢丹のやつだわね。俺、伊勢丹にね、行けなかったんですよね、タイミング合わなくて。え、めっちゃありがとう。え、やばいやば。すごいな。え、すげえすげえすげえ。え、すごい。なんだろ、悪魔の実クッキーって。悪魔の実がクッキーなんじゃない。え、その味が悪魔の実をモチーフにしたクッキーなの。だとしたらすげえまずくなっちゃうけど。確か見た目だけじゃないだろ。それいいね。ね、おちゃんで見せてほしいね。え、それだけでもなんかすごいね。すごい、ありがとうございます。それめっちゃいいよ。これまあ分けようよ、みんなでね。
いいの分けるやつだろ。だって、違うのかな。食べていいの。分けかどうか見ようかな。とりあえず怒んない、怖いな。怒らないよ。だからここからね、これが決まってる。ケース、あの、いなくなるのよ、それ片付けの後でやってさ、開封だけ今やる。開封してる。あげてんだよ。あげてる。あ、開いたの手やったんで、そっち持ってってほら。これは？開いたね。はいはい。これ誰これ？人参。これみんなに？これみんなにかな？みんなにかな？ね。OSP 様って書いてある。これは何も入ってないじゃん。これ今ここに入ってたの。ありがとうございます、こちらもね。じゃこれ入ってたら開けるよ。はいはい。あ、じゃあ剣だよ、剣。これ誰当て？剣だよ、剣。OSP って書いてある。え、全員で？みんなじゃん。じゃあ一応わかんないから置いてくよ。はい。それ大事だよ、それ、うん、大事だ。スタバカードで、きっと。ありがとう。多分同じことかな、多分これ詰まってるからね。ありがとうございます。あ、僕宛てにこれいただきました。はい、これ計算音多いですね。で、あ、でもこれみんなだよ、ほらやっと持ってきとる。これ僕宛て、ありがとうございます。あ、星さん、これ星さんかな。はい、これね、あ、危ない危ない危ない、これ危ない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 。星さん、はい、 K さんのあれだ。星さん、あれあれですよ、 K さんの。え、あのくれるの？違う、あの K さんの、マネー、はい、K さんのマネージャーというか、下っ端？ K さんの下っ端っていう。下っ端っていうか。何の間違い？何の間違い？星さん。え、やっと。あ、めっちゃありがとう。シャークマジ3号ね。俺引けてないんだよ、これ結局。近所でなくて。ありがとう。はいはい。うわー、ありがとうございます。鹿児島ハイボールとかって美味しそう。すげえ、よいしょ。これ何か、パーティータイムできんじゃん。これは大好き、君のお酒がね。ありがとうございます。何でも好きなので。何でも。はい、佐藤さん。はい、美味しそう。ありがとう。これは何チョコレートだろう。でも美味しそう。はい、君の。あ、すごい、みんな入ってるじゃん。うん。ありがたい。うわ、秋チョコ。すごい、応援が。うわ、美味しそう。あ、これもあった。あ、すげえ。すげえ、メロンの実まで。メロンのメロンの実なんですよ。最高。あ、これもだ、ビール入ってる。ありがとうございます。すげえ。うわ、うまそう、これ。すごすぎる。いっぱい入ってる。すごいね。いっぱい入りすぎて。これありがとうございます。星さんが今もらってる分が皆さんにあるってことですね。そう。みんなこういう感じに、いろんなそれぞれまた違うものが入ってる。すごいね。すごいね、これ大変だったな。これ佐藤さん、はい、手紙。おう、すげえ。これ星さん。これはこれみんなで分ける。これ私。はい。鹿児島なんだね、鹿児島ハイボール。鹿児島の方じゃないの、鹿児島ハイボールね。え、鹿児島ハイボール、鹿児島焼酎みんなに分かれてる。やっぱ有名なんでね。はい、はいはい、私、はい、ありがとうございます。はい、これ佐藤さん。え、僕に芋焼酎のね、芋焼酎のハイボールすごいですね。珍しい。星さん、はい、芋焼酎のハイボールなんて何？あ、すごい、いろいろ入ってる。いろいろいただいちゃって。もうメグリズムめちゃめちゃ嬉しい、これ。毎日使うからもう無限に欲しい、これ。無限に欲しい。無限に欲しい。無限に欲しい。これ全部？ありがたや。ありがたや。あ、いろいろ。コーヒーとか入ってるかな？うわぁ、ほんとはメグリズムに。あ、待って、ワンピース使っちゃった。それも入ってた。あ、みんな入ってんじゃん。え、これ何？みんな入ってんじゃん、ワンピーススクラッチ。500万が入ってる可能性もあるってこと？ね、あるよ。前回俺かなり、ね、当て、全員変わってますけどね。全員入ってんじゃん。どうしよう。どうする？うわ、すごい。今日でもこれちょっと最後にさせて、また今度やる、これ。どうする、やる？あ、靴下入ってこれやろう、みんなで。ね、やろうか。おのおの家でやったのを、あの、繋げてって言ってもいいですよ。ちょっと面白くない？それはそれで。それなきゃよくない？おのおの家で。おのおの撮ったのを。家で飲むの？なんかそれも斬新じゃないですか。斬新だな。斬新だけど。やるなら撮っとくし。ね。ちょっと今度持ってくるわ、またこれ。じゃあ撮っとくよ。これね。いつまで？あ、まだまだ大丈夫。取っとくのは置いときたいかな、忘れちゃいそうなんで。そうだね。じゃあ置いときましょう。俺カバンだけど、自分の、これ俺のなんだよ。そう、俺だ。これ500万が500万だ。俺忘れますよ、多分。俺忘れますよ。じゃあ、棚のとこに棚のとこに行け。次取りましょうね、じゃあ。はいはい、いいよ。500万、次来た時ね。500万。じゃあ、俺も入れとこう。はいはい、でも忘れてもブレイクをね。なんだ、忘れ、その中入れときゃ忘れねえべ。いつも使ってるカバンだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すごい。みんなでじゃあちょっと待って、ボディからさっきのこれ分けようか。みんなのやつもいっぱいある。これ開けて大丈夫なんだよ。多分小分けになってるかも。どうなんだろう。なんか去年もゴディバーもらってきましたね。同じ人か分かんないけど。そうね。ゴディバーの方かもですね。ゴディバーの方、ゴディバーの方、どういうもんなんですか。これ多分みんなにって感じで。OSP 様最高じゃん。あら、痛いですね。危ない。
俺スタバの券欲しいな。スタバの券、スタバの券、これ争奪戦しようよ。スタバの券これみんな当てに入ったの？そう、みんな当て、 OSP 様。じゃあちょっと見てみようね。あ、今のイスラムチョコはチョコなんだよ。なんでこれ、なんか食べたい。何が入ってるかは分かりません。あ、そうなんですね。争奪戦しましょうよ。争奪戦でしょ、それ。それが今度の旅ちゃんで、うん、なんか企画で勝った人はそれ使える。あ、そうね、それがいいんじゃないの。そういうのもいいじゃん。それがいいんじゃない。俺持ってくの怖いな。忘れたらすごい超絶非難じゃん。まあそうですよね、まあ、財布入れてくわ。それしょうがないよ。ずるいずるい。まあそうだよね。だ俺もなんなの今日やらかしてんだから。財布入れときゃいいんだから。そう入れときゃいいんだ。入れときゃ絶対って忘れないから俺。でも財布入れてたら忘れることなんですね、うん、で財布に入れること忘れるんだから。今入れたら大丈夫。今入れたらそんな、今動画撮ってるから、今入れたらそんな動画撮ってるから。あとちゃんと終わったらいいよ。あとちゃんと動画撮ったらいいよ。分かったはい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 、はい、ゴディバーさんです。わあすごいわ。すごいよこれ。これはあもう今食べれるやつ。じゃ1個食べようよ。食べ、あ、ちょうど言ってたるわ、うん、あとは持って帰れるからみんなで、うん、あー素晴らしい。どれ食べたい。俺結構ね、実はホワイトチョコ好きなんですよ。あ、全然いない。そういう人もいるんだ。いるんだ。俺が違う。一人勝ちしてんのじゃん。ホワイトチョコ一番って人あんまりいなそうじゃない、うん、確かに。いや、一番じゃないよ。でも、好き。一番になっちゃっていいよ。でもいいよ。いいよ。いいよ。いただきまーす。じゃあ俺これがいい。いいよ。うん、ま、これわかんないからあんまり。俺の出すといいですよ。じゃあ俺これでいいや。トルティーヤ。トルティーヤ。トルティーヤない。うん、うまっ。うん、うまい。うん。当たり前だけどうまい。うん。あ、うまっ。うん、ちょうどいい甘さ。うん、ほんとうまっ。すごいね、やっぱゴディバ。うん、うまっ。うん、うまい。うまい。ありがたいですね。ありがたいですね。ほんとよ、すごいね。うん、うん、チョコの種類書いてある。あ、いいな。あ、いいな。うわ、こんなんも。あ、俺カカオ分 85% 食べてる。最高。苦め。うん。だから美味しいんだ。よかった。わかる。俺もそっちの方が好き。そっち苦手だから。うん。チョコはそもそも板チョコ系はそんな得意じゃないんだけど。珍しい。うん。あなたのリアクションも珍しい。85% だよ。カカオ。これスタバは何なんですか？コーヒー。これ？これはね、違った。これだけが。うん。別のタグね。うん。これほら。キャンディーか、うん、なんだ、チョコか。分ける感じ。うん、最高だ。メルティーキッス。一番いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。ありがたいですよ、ね、キス美味しいですもんね。うん、うん、これ何枚でしょ。あ、2枚ずつだ。1人2枚。あ、1人だからいいじゃん、これ2枚、はい、もう分けようかね。ありがとうございます。はい、これじゃあ私もう取っていいの。2枚。2枚。え、味が違う。味が違う。だからみんな味違うんでいいじゃん、1個ずつ、うん、はい、はい、どうも。びっくりしちゃった。また奪い合いなの。大変なの。うるせえ。でも奪い合いたくないからね。あとこれもう9枚だから奪い合いですよ。だからやばい、どうしよう。俺72がいい。俺72がいい。俺も72がいい。俺72。まず72。はいはい。俺真ん中は何？真ん中は52。52にしよう。じゃあカカオ率だから、これ。はいはい。じゃあ52。はい。まあ、72もらったからな。そうすると次甘いのいきたいね。え？あれ9個あったのになんかおかしいぞ。ん？ん？何言ってんの？おい、だ犯人だぜ、今。俺1個しか持ってない。俺1個しか持ってない。ソイスさん、今ソイスさん、もうあいつもう次はどっちやと思います？ソイスさんだと思います。そんな今びっくりした。まとめて撮った佐藤さんにないかな。ちょっと今逆にびっくりしてた。あー、ソイスさんだ。だって俺これ撮ってるの。ソイスさんだ、俺撮ってる。これ何、まだまだ何。じゃあ、これ回っていい。あ、50がいいじゃん。いや、俺72でいいじゃん。あ、いいよ。ダブル72になっちゃうんだけど。いいよ。じゃあ、あと1個あるから。あげる。72が好きなんだ。俺、結構苦いの好き。いいよ、これ。じゃあ、いいの。いいの。うん。やった。なんこれ。これもね、これも。これ1人1個ずつなんじゃない？ほら、みんなさ、全部一緒。え？あ、全部一緒？うん。あ、中も一緒？メルティーキス、これもメルティーキス。あ、そうなんだ。ほら。あ、なるほど、なるほど。これ、箱があるかってことね。うん、あ、なるほど、なるほど。箱か袋か。あ、ほんとほんと。もらえばいいんじゃない？あ、なるほど。はいはいはい。これじゃあ、ちょっと、日が開いちゃったんだよ、これ。開いちゃったんだよ。それは、ね。はい、入ってんの。僕でもいいっすよ。うん、どちらも別に冷蔵庫持ち込むから、これ。はいはいはい、基本的には。何、はい、どこに持ってい。いよ、一、はい、人一個っぽい。最高じゃん。メルティーキス美味しいですよ、ね、最高。マジで。はい、こんなもらっていいの。こんなもんですか。全部開いた。うん、開いた。絶対美味しいやつやん、うんうん、どうしよう。うん、家帰ったら食べよう。ね、本当ありがたいですね、うん、チョコ祭りだな、うん、当然。ねえ、チョコに困んない。チョコだらけじゃん。
すごい。カードってこれで使えんの？使える。使える。へぇ、財布入れといてよ。そう、忘れるかもしれない。使っちゃダメですよ。使ったらもう使っちゃうかも。やばい。忘れたって言った時は使ったことを疑うことになっちゃう。あ、もう逃げ切れない。確実に使ってるって言ってる貼られるわけ。そうそう、仮に使ってなくてもそうなるからね。そうなっちゃう。ついの、うん、残念で、まあ、しょうがないね、それがね、うん、人生そういうもんだ。あ、お手紙だな、これね。かわいい。あ、お手紙。すごいね。お手紙ですね。OSP の皆様の宛てです。いっぱい来たね。ありがとうございます、本当に。本当に申し訳ないですね。頑張りましょう。こんなにバレンタインでもらえたのはね、素晴らしいよ。ありがたい。すごいね。チョコチョコチョコ、美味しそうだな。チョコチョコ。熱い、ちょっと。チョコチョコ。何何何何何食べ物あるか。食べ物、うん、ないかな。あ、分けるのあるよ。分けないよ。ないよね。あ、ないか。あ、ないか。全部開けて。あと、このワンピのこれちょっと開けようか、せっかくだったら。え、それ開けていいの？どうなんだろう。やばいかな。でも見てみたいよね。見てみたい。伊勢丹デビルフルーツ。まあ、一個ぐらい食べてみたい気もするけど、見てみたいよね。どんな感じ。いや、ワンピの実の、ワンピの実じゃねえ。悪魔の実のやつだよね。パッケージおしゃれやね。ねえ、さすが伊勢丹。ちょっと気になるよね。気になる。何が出てくるの？悪魔の実。悪魔の実は木になるみたいなのかけてるんですか？え？誰？そんなとこまで。誰が言った今それ。やばいぞ今日。今日やばいぞ。なすりつけマンやばいぞ。なすりつけマンの気をつけた方がいいぞ。ちょっとあの、トイレ行きたくなっちゃった。なんで今？いいんじゃないですか？すっごい大変だよ。うまい。こんないいタイミング。すげえわ。あ、これちょっと開けなきゃだ。ハサミ、あ、開けた。え、すげえこれ、おしゃれだね。伊勢丹おしゃれ。これも限定なの？完全コラボ。そう、伊勢丹となんかいろいろコラボしてたの。 T シャツとか、なんかもろもろ、なんかいろんなものをコラボしてて、多分それの一環だった。買えない人の多いの。いや、そうじゃない。俺行けなかったもん。うわっ、激推し。激推しなんだけど、やばくね。これはちょっと、え、これ良い。これもらって帰ればせっかくだし、ね、え、いいの？え、でこれでも小分けできる、ほら。なんかでもさすがに全部食べきれないよ。1個でもかけるのはもったいないですよね。食べないでずっと飾りたいぐらいに。飾りたい。これはでもマジで飾りたいね、これ。え、これめっちゃいいね。こんなんあったの。 何が入ってんの。あ、いろいろ入ってる。そう、いろいろ。ゴムゴムの実。メラメラの実があるじゃん。メラメラあるよ、ほら。メラメラこれすごい。で、1個1個ここ個包装だよ、ほら。え、すげえんだけど。え、これいつまで賞味期限。まだ全然できるね、多分ね。あ、7月まで大丈夫。すげえ持つやん。取っとけば。うわ、取っときたいけど、腐らすのももったいないよね。7月になったらまあ一気に食べるの。一気に食べれない。そんなわざわざ化石みたいにすればさ。化石みたいに。そんな琥珀みたいな。できないよね。すごいね、こんなに作ったんだ。アイスパンは一緒なのかな。一緒じゃない多分、ね、なんつうんだっけ、こういうクッキーね。なんとかクッキーっていうね。スマイル食べるの。スマイル食べたいって。一番最初にスマイル取るの。最後比較できそうだな、これでね。これ食べるで。すごくない？これえ、すごいじゃん。すごくない？これ、あ、これ食べれんの？これ、これ食べれる。食べれるよ。ああ、アイシングクッキー。アイシングクッキーっていうね、これね。冷たいの、冷たいの。違う、なんか言うじゃん、そういうの。アイシング、なんかこういうこういうのね。なんそれ、初めて聞いた。絵描いてる、クッキー描いてる。人生初だね。うるせえな、これ。俺も聞いたことなかった。聞いたことないんかい。すごいいいこと聞いたわけ。アイシング。アイシング。アイシングって言うね。これ帰ったりします。今、あの、1対3に見えてるの、すごい何万対3だからね。アイシングクッキー知ってる人いるかな。いるよ。いないでしょ。調べてみよう。こういうのはわかるよ。はいはい。けど、これはアイシングクッキーとはね。え、これアイシングクッキーでしょ。少人数だった。少人数だった。え、うん、君だけだよ。嘘、アイシングクッキー。ほら、アイシングクッキー出てくるよ。3人。上知ってる。3人や。3人。ほら、アイシングクッキーじゃ、こういうの。ほら、初めて聞いた。初めて聞いた。うん、初めて。え、それなのに、もし家にいたら、これ、うん、アイシングクッキーとかあるとか言うの。いや、クッキーとかあるだけ。種類の話。種類の話。そうそうそう、ママズさん違うクッキー持ってきて。いや、ちょっと届いたの届いたの。アイシングクッキーって言うのに分かる。言ってくんなきゃ分かんないよってなるの。言うかもしらんけど。言うの。このクッキーが家にあってさ、うん、悪魔の実のクッキーじゃなくてさ、タケさん、アイシングクッキーって呼びます？悪魔の実のクッキーって言うでしょ。いやいや、それはそうだけど、こういう作りの話をしてる。俺らもそうね、ああいう、悪魔の実のクッキー。こういう作りの話、こういうクッキーってなんて言うんだっけ、アイシングクッキーが。こんな言われる。こんな言われます。
でこの絵描いたりさ、こういうことでしょ。あ、そうなんだ。クッキーの上にさ、こういう砂糖が、砂糖のこういうのが乗ってる。すごいよ、すごい、これすごいわ。これめっちゃ記念品じゃん、うん、ねえ、うん、これ確かに食べれるのもったいないぐらいだよね、うん、確かに。どうしようこれ、でも食べなきゃいけないし、最後、まあ、とりあえず一回持って帰ればそうだね、飾れば背景に。いや本当に飾りたいレベルよ。でもずっとやってたらさすがに腐る、さすがに腐っちゃうの。7月前になって、ね、ああ、じゃあじゃあこれめっちゃいいじゃん、まあね、アイシング部分切ればいいじゃん。で、クッキーやってるしか。そうだ。クッキー、アイシング腐んない。あ、他にアイシングすればいい。どっち腐んない。アイシング腐んなくない。どっちも腐る。どっちも腐る。確かに、どっちも腐る。アイシング腐んのかな。腐んないし。アイシングって言いたいだけだろ。アイシングは言ってんじゃない。俺が言ってるアイシングを言いたいだけだろ。クッキーに食べる。うるせえな、アイシング、アイシング。石とかにつけてね、アイシング。石につけて。アイシング、アイシング、アイシング、アイシング。言ってるだけじゃん。10回クイズすんな。10回クイズの感じで言うな、アイシング。足、捻挫したとき足を冷やすのは、アイシング味があるのかな。やば、やば、この人たち。この人たち何言ってる、さっきから。さっきから何言ってるんでしょう。いいね、ありがとうございます。いや、すごいわ、すごいね、高いね、これだって。いやー、安くはない ね、まあ、どうでも安くはないと思う、ね、もちろんもちろん、他のね、他のもそうですけど、そうそう、他にくれてもそうですよね、うん、どうでも高い、どうでも高いですね、どうでも高い。意外とチョコって高いから、今、うん、そうよ、意外とだすげえこれ。だってないもん、ああいうの、あのうまそう、これコアラのマーチみたいな。いや、あったらどうすんですか。あったらどうすんですか。好きですよ、俺は。俺好きだけどさ、そう、あったらどうすんですか。燃える、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 チョコもらってんのよ。全然ある可能性あるんだよ。それでも嬉しい、それでも嬉しい、それでも嬉しいって話をしたかった。嬉しいって話したかった。必死だな。開けたじゃん、全部ね、うん、全部開けてるんですか、ました、はい、皆さん、ありがとうございました。すごいな、これは嬉しいですね、頑張りますよ、素晴らしい、本当にありがとうございます、やったいね、全員食べます、はい、次の子絶対に食べます、開封できた。そのアイシング食べたら感想くださいよ。アイシング、アイシングって言ってたな。悪魔のクッキーでいいんだよ。アイシング食べ、俺もそこまでアイシングって言われると思って言ってんの。子供とかにもアイシングクッキーもらったよって。言わない、言わない、言わない。どういたん、アイシングが食べたい。うるさい、うるさい。アイシングが食べたいっていうやつはいないよ。悪魔の実って言って、どうなんて音じゃない。アイシングでしょ。教育がね、しっかりしてないね。そんなに、アイシング好きすぎでしょ。そんだけアイシングでいじる。言うとは。ちょっと、うちの子が最近、アイシングってしっかり言えなくて。何、何、どんだけアイシングいじる。アイシング言わないと仕方するじゃん。そんなに。アイシングって言えないと、いや、ご飯あげません。アイシング武器に恨みあるんか、この人。めちゃめちゃ言うけど。何よ、そのアイシング、アイシングって。うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ります。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとう。お願いお願いします。チャンネル登録。